菅萌実です。よろしくお願いします。ピアノボーカルの長崎市出身、田崎朝日です。よろしくお願いします。長崎に今年来るのは初ということで、はい、皆さんちょっと遅くなりましたけど明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、うん、今回は2月11日に発売する、はい、このサードシングルの、うん、恋愛ウォーズと恋心の、インスタイベントはい、リリースする、インスタイベントを行っているんですけど、はい、名付けてそれがビタスイボーズと言います、はい、そのビタスイボーズということで、うん、今回はね初の試みがあるんだよね。はい、題して拡散ウォーズと言うんですけれども、皆さん、はい、もう早速やってくださっているように、はい、私たちのこのライブの様子をどんどんスマートフォンや携帯で撮っていただいて、はい、それをツイッターや YouTube などの SNS に、うん、載せていただきたいと思います、はいはい、どんどんね、いろんなところ全国各地の人にビタースイートのライブの様子をこう知っていただけたら、はい、目標のワンマンライブにも近づくんじゃないかなと思います。どうぞよろしくお願いします、はい、お願いします。ということで、うん、これが新曲サードシングルの衣装なんですけど、はい、ちょっとこれ私服じゃないんですよ。これは今回こんな派手な私服は持ってないんですけど、今回初めてスカート、はい、あと初めてピンク、あと柄ということでね、すごい、いろいろ今までより派手になりました。はい、はい、なのでそれではその新曲から、はい、歌っていきたいと思います。2月11日にリリースするアップテンポな恋のバトルの曲、聴いてください。恋愛ウォーズ。Thank you.
ありがとうございます。